ヤルヘリス・サビヌは、キューバの女子陸上競技選手、グアンタナモ出身。三段飛べと、総幅飛びを専門とし、三段飛べでは2007年と2009年の二度世界、陸上競技選手権大会金メダリスト、2008年北京オリンピックは、銅メダルに輝いた。マネージャーは、ハビエル・ソトマヨル。グアンタナモ南西 10km ほどにある、カリブーミ沿いの町、ナイセト・ペレスに生まれた。 サビノは11歳で陸上競技をはじめ、はじめは短距離層の選手だったが1997年頃に跳躍競技へ転向している。サビノは2005年世界陸上競技選手権大会で3段、飛べ2位、総幅飛び4位の成績を残した。同年9月の IAF ワールドアスレチックファイナルの3段飛べでは3位に入った。二千七年八月の二千七年世界、 陸上競技選手権大会の三段飛べでは15メートル28を記録して優勝。この時の記録15メートル28は女子三段飛べの2007年世界最高記録である。2008年3月に行われた世界室内陸上競技選手権大会の三段、飛べでサビヌは5回目の試技を終えてカリーブ海北中米記録を更新する14メートル95をマークして2位につけていたが、 15メートル00のクリソピギ・レベツィが首位に立っていた。サビヌは最終跳躍で15メートル05を記録して逆転、室内選手権を制した。2008年8月の北京オリンピックでは3段飛べ5位だったが、後に2位、立ち上がれベでは3位、クリソピギ・レベツィのドーピング違反が発覚し繰り上がりで同メダル獲得となった。なお、総幅飛びは予選落ちとなった。 2009年世界陸上競技選手権大会でサビヌは世界選手権2枚目の金メダルを獲得した。サビヌは1 4ル9 5を記録、同じキューバ代表のマベルガイが1 4ル6 1を記録して2位に入った。2010年3月に行われた世界室内陸上競技選手権大会では、 室内歴代3位の跳躍を見せたカザフスタンのオリガリパコアに敗れたものの2位に入り銀メダルを獲得した。2010年6月フランス・ランスで行われた競技会アルムアスレツアーの総幅跳びでは6メートル91の自己記録をマークした。サビヌはこの年に新設された IAF ダイヤモンドリーグを伝染。3段跳べで ローマ・ローザンヌ・モナコ・ロンドンの4章を挙げて、種目別年間王者に輝いている。2009年世界選手権にて、サビヌとマベルガイ。ありがとうございます。